お疲れ様です。今日はですね、いきなりなんですけども告知です。まあ、告知といっても今日でさえ、今日の夜6時からですね、日本 VS、韓国の、試合があります。サッカーではないですよ、サッカーではなくてクララです。はい、クララのね、日韓戦というイベントがありますね。で、その日本代表としてね、声をかけていただいたので、私久々にね、ちょっと大会に出るので、ちょっと応援していただきたいなということで、まあ見てわかる、いかついです、メンバーがね。実況解説もいかついです。はい。という感じで、日本チーム2チーム、韓国チーム2チームっているんですけど、まあこれ、日本代表でなんか一括りにすると味方みたいな感じになるんですけど、敵です。はい。バチバチやり合います。はい。まあ組み合わせによってはね。はい。ということで、まあ賞金もあるので、多分優勝するとね、結構あるんですよね。2万ドルぐらいあるので、まあ200ぐらい。200万ぐらい。もうちょいある。ドルだと。まあもうヤギリング何回でもいける。もう神、マジで。勝ってみんなにやむくしてができるんで、ちょっとそれに向けてね、今流行ってるこのちょっとロイでね、あの大会だと思って、ちょっとゴリゴリ仕上げたプレイングを今日はね、あの、かましていこうかなと思います。あの、今日夜6時です。はい。夜6時開始なので、なんか長いと、2時ぐらいに終わっちゃうかも、みたいな、あの、言われてたんですけど、いや、遅えよと思いながら、さすがにそれは、まあでも、賞金もあるので、頑張りたいと思います。2v2、KOH、1v1 デュエルかな最後の。あ、で、味方がマジグリコパンドラっていう、結構化け物じみたね、味方なんで、マジで優勝狙えるなと思ってます。なぜこのチームになったのかはね、知らないです。気づいたら、勝手に振り分けられてて、天狗と焼き鳥 KK チームとグリコパンドララディチームでしたね。はい、謎分け振り分けでしたね。よいしょ。はい、ということで、まあ、全然こうお互いなんだろう、最初日本 VS 韓国同士でマッチングしてって感じなんだけど、お互い勝ったりとか、なんか勝ち負けによっては、まあ、ルーザーズもあるんですよね。そうすると日本同士の、ね、対決とかもそう見れるんで、ちょっとその辺もね、おもろいかなと。元チームメイトのね、KK とか焼き鳥とかね、テンゴットと試合もできるっていう。そういったところで、これね、マジ流行ってんすよね、今。このフェニロイが。スケが、あ、ゴブリンか。当たってほしいな、今の。卵が、うん、いやでもダメージめっちゃ勝ってる。さあでかい、ありがとうって言われてる。ド M 変態。さあ、まあまあ、まあ、相手が結露するんだから俺も結露していこうぞと。でライトだった時にトリトンフェニー卵がいかれるのがちょっと嫌っすね。まだゴーストだからちょっと違う。ああ、ファイブでした。まあ無理せず行こうよと。ああ、でかい相手のフェニックス残ってるの。圧倒的形ができてる。で、ライトニングあとはぶちかますだけ。ライトをぶちかまさなくていいな。一回ちょっと待つか、これ。回収して。いや、流れはね、めちゃんこいいっす。このマザネク怪しいけど。うわ、めっちゃいい目それ。ここだけ
仲良ししてもらって、よしよいしょ、ぶち込め、もう一発、んー、バチコーン。さあ同じような方でしたけども、なんか微妙にちょっとずつ違いましたね。はい、というわけでロイはね、もちろん強いんですよ、もちろん強いんですけども、このマザネ方がね今さらに来てるというわけで、なんか上位勢もみんな使ってた気がします。マザネクフェニックスですね。そう、チャンピオンはまさかの入ってないっていう、入ってないっけこれ、入ってる、なんかマイティ型もあるんですよね、なんかいろいろあるんですけど、フェニックスっていう、お前がやっぱりチャンピオンだったのかと、そんな感じですね。さあスケキン、おお、スケラスケラドルラッシャーマン、いらっしゃいいらっしゃい。まあでもちょっと流行ってる方なんで、マサネ君ならもうバレそう。まあまあしゃあなしか。まあこれは勝たなきゃもう、あんた何に勝つねんっていう。あ、いや待て、怪しい、ザッピーがいるかもしんないですね。これザッピーがいるってなってくるとよ、だいぶ変わる。トルネがないかもっすね、これ。トルネなしの方になっちゃうとどうしよう。だいぶ渋い、だいぶ渋いけど、相手もダメージ入んねえかな。いやーちょっと痛いスキキン、なんかあれだね、マザネクしか手札にいなくなった時のスケキンが危ないってことに気づいた。いやーまあザッピーですねこれ。悲しいことに、おこれでも流れだんだん変わるっすよ、このポイズン。やべえこれ、いかんかったらめっちゃよかった、いかんかったら。いやまあザッピーが強い、ザッピーちゃんどうしようかな、あれマジ、あの最強、まあ、ネバネバ合戦さ。そのザッピー追加はマジでめっちゃ頑張ってんだけど、めっちゃ頑張ってんだけど、フェニーザッピー、あは気づいたら終わる、なんか
えぐくね、マザネくんいるのに。めちゃくちゃ相性がいいから、相性がいいだけやん。もう逆のマッチアップでやらせるぞ。ああつらマジでえぐい。いやー、なんかもっとあったのかってなるけど、あんだけね、あんだけもう守られたら無理よ。守りが有利なゲームでよう煽ってくんじゃねえよマジで。さあ苦しいね。マザネいるんだけどな。これがファイボだったらね、もうザピルファイボボーンでゴブリンとかボス機ね打っとつだけなんで、まあ呪文が一つね変わるだけでも世界が変わるんですけど、多いのはやっぱライトニングっすね。ファイボだとボムタワーとか、まあインフェルノタワーとか、なんかまあ施設っすね。なんか結構やっぱ施設ってなんかね、クララの何割だろう、何割、マジ5割、5割って言ったら多いのかな。まあでも結構多いですよね。まあ腐らない率で言うと施設はマジ8割9割基本的に腐らないんでね。そう、相手にクエイクがあったとしても、まあそのクエイク避けの位置とかタイミングとか使い方でやっぱ腐らないって考えると、施設はね大抵入ってるもんなので、その施設に勝てないってなると8割方勝てないってなっちゃうんで、ライトですかね。さあちょっとマザネクの圧でいこうかな。あーフェニックスか、あーラバかな。そしたらそうなんか良さそうな形か。良さそうだけども無理をする必要もないと。ブーちゃんでねダメージ頑張ってもらって、よいしょ、ラバ掘りっすね。でいい、マザネックが絶対きついと思うんですよ。マジで、あーきつかったっすね、間違いなく。まあいい、にゃーこれやばいか。まあいいや、ディガーでやられてももう一回マサネク出せばいいや。いやー強マサネクゲーしてます、間違いなく。いやー、しかも高回転だからな、これも相手からしたら結構苦しそうだけど、さあ卵を破壊して、もう後ろからまたマザネクフェニーすればいいんだよ。あ、負け筋ここか。マザネコ OP もうそんだけですね。そんなに神相性だな。もう100ゼロっすね、これは100ゼロです。はい、1もない、 0.1 もない相性っすね。なんか俺がマザネクだけとかねだけだったらまたあれなんですけど、フェニックスも空に強いかな。ラバ掘り細胞じゃなきゃ斜めだと思う。ママ無双、さあよろしくねと。まあフェニックスが強いっすね結局。下方され下方され下方された3回ぐらいね、下方されたけど強い。
まあ、呪文もあとは結局ウッドっていうね、レイジとはさあ、バルキリーでちょっと待ってくんのか。スケラ迫撃の方ですね。迫撃か、うん、しかないよな。おーおー、取るね。アチャクイバルキリー取れんってなんだろう。クロスか。ああ、ターンクロスでしたね。ってことは、あの高回転アチャクイマジでずるいっすね。あれガチでずる。あれ今ライト打ってるとスケからのでクロス置かれてみたいな。強すぎる。やべ、うん、まあまあまあ、お互いね、お互いのんびり行こうよと。待ってみんな、4コスしかねえ。やば、これやばいかな。さあ時はまだです。いやー手堅い。その時は、まあ、2周目3周目をね狙っていこうぜって感じっすよね、僕からすると。うん、舞台なら熱い。いや結構でかい。ぐっとやめて残れ。ねえ、鳥今の起き上がれたな。取れねえかこれ。いやーなんか怪しくなってきたな。これ豚にすればタイブレイクで勝てそう。危ねえ危ねえ危ねえよ。いやクロス、クロスというかロケットが強え。もう全部ロケで削られるっすからね。さあ危ない危ない。マザネックもねそこまで活躍ができなかったと。さあフェニックスロイ組むだけね強いっすね。フェニックスが
ヘリゴブコウモリディガ、いやレシピもいいね今回。行きたかったけどね。多分スパーキーっすねこの方は。うん、いやガゴムでいたらやべえかなこの流れもしかして。まあいなけりゃいいの。まあライトニングエリスピぐらいでスパーキーもいけるか。いやー近畿できたねこれ、もったいない。いや今のはトリトンつけてもよかった気もするけど、ギャングもいるもんね。そう、まあ、待てば俺が事故んなくなるサイクルになれば相性は良さそうなんで。行っちゃう。優秀すぎん？ビリビリ。フェニックススパーキー殴ってほしかったなそれ。おっ、うわー、ディガーザップがうまい。まあ、でも相性がいい相性が良すぎてなんとかなりそう。相手もね、お適当にスパーキー出したらと思ったけど、いっちゃおう。あ、さすがにやばいね。小物にマザネクエレスピウッド公開ってんですからね。あれでももうにっこり。ねそ。というわけで本日ね、日韓戦、皆さんぜひ応援のほどね、お願いします。まあ、どこが優勝するだろうとか、ぜひね、予想も立てつつね、はい、見てみてください。では、マザネクロイも使ってね、おっちゃんでーす。